さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半再開の形になる、なろうとしております。前半を終えまして三田松雲館高校が2つのフィールドゴールを挙げまして6点リードしている形で試合は進行しております。しかしその差はまだタッチダウン差ほどではない状況。後半戦その突破口を生み出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。後半は滝川高校のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーを務めますのは滝川高校0番のギャンディ。滝川中学校出身の2回生です。対しまして三田松雲館リターナーには15番と21番が入りました。15番はナンバー変更を戻しまして松下、寄居会中学校出身の3回生、21番の日浦、本日好調な好調なランを見せております長沢中学校出身の2回生が入りました。21番リターンに入った。自陣25ヤード付近でボールデッドしまして、この位置から三田松雲館の攻撃と変わります。双方とも素晴らしい攻防を見せていました前半戦。その試合まず三田松雲館の攻撃で試合再開となります。三田松雲館自陣25ヤードからファーストダウン10。パス不成功。まず最初に三田松雲館パスプレーから入りました。ランと見せかけそこからのプレーアクションでターゲット0番に投じましたが、このパスコントロール定まらずパス成功となっています。ダウン1つ失って三田松雲館セカンドダウンの攻撃に変わります。三田松雲館高校自陣25ヤードからセカンドダウン10。今度はランニーオープン21番に渡せ左オープンをつかせます。しかしこれは滝川高校も見事パシュートしましてゲイン2ヤードにとどめています。三田松雲館サードダウンの攻撃に変わります。三田松雲館サーダウン8。ここでビッグプレー発生。三田松雲館ここでランプレーを選択しましたが、ここで滝川高校ディフェンス佐藤53番滝が三田松雲館ランニングバックのボールをスティールしてそのまま一気にエンドゾーン駆け込みまして立ちだ。滝が高校ディフェンスで6点獲得です。そして滝が高校のトライ4ポイント。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで滝川高校に交代違反、フィールド内に12人いるという反則が行われまして5ヤード抜体となります。
アメリカンフットボールはチームの総人数に制限はありませんが、フィールド内は11人以下と決まっております。滝川高校メンバー入れ替えの際に10人以上という形になりました。さあ5ヤードバッタイしましてトライ4ポイントに入ります滝川高校。さあここでフォーメーションをプレーをする選択にしようとしています。滝川高校ここで2ポイントコンバージョン、2点を狙います。トライ4ポイントはキックですと1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、ここで2点を狙う選択をしました。しかしこれは三打昇雲館見事に阻止、2ポイント失敗、6点止まり。三打昇雲館高校6点、滝川高校6点。この滝川高校チャンス、しかし2ポイント失敗により6点止まりです。同点となりました。ここで滝川高校は2ポイントを選択したことにより結果的にこのチャンスでは同点止まりという形になっています。さあこの判断が果たして試合の趨勢をどのように影響する形になるでしょうか。三打昇雲館は結果的に現時点ではまだ今時点ではイーブンという形を保っております。しかし素晴らしいビッグプレーを決めましたのは滝川高校の53番の池野でした。見事なスティールによるタッチダウンでした。伊吹台中学校出身の2回生チェームキャプテンがここで一つ大きな仕事を決めました。さあ滝川高校はここでさらに圧力をかけましてこの試合を一気に逆転に導くことになるでしょうか。滝川高校のキックオフで試合再開です。さあリターンに入ります。三打昇雲館相手のディフェンスをすり抜けるように自陣35ヤード付近を確保してこの位置からの三打昇雲館の攻撃と変わります。リターナーは好調なランを見せています。21番の日浦でした。三打昇雲館自陣37ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック1番左に展開したワイドレシーバー15番にパスを投じましたがこのパスを15番キャッチできずパス不成功となっています。祥福木村様チャットメッセージありがとうございます。メンバー表を見ましたところですと三田昇雲館高校12名のようです。実際に今フィードによります人数確認しますと同じく12名の状態でした。三田昇雲館高校自陣37ヤードからセカンドダウン10。厳しい状況ですがしかし互角の戦いを演じております三田昇雲館。それをしかし滝川高校殺到します。ディフェンス殺到しましてこのランプレーを阻止しました。見事なロスタックルを決めたのは滝川高校78番の園田、チーム唯一の3年生です。先輩たちが多く渦巻く中しかしコロナ禍によりまして自分たちの同期がいない状態の中孤軍奮闘していました園田、唯一の3回生。しかしその勇姿をのしまして今その後陣に続く1回生2回生をこれだけ多く引き連れる形になっております。孤軍奮闘の素晴らしい戦いを見せました園田、ここで一つ大きな仕事を決めました。三打昇雲館サーダウンサーティン、ここも阻止します。阻止しましたのは滝川高校62番、1ヤードロスを奪いましてフォースダウンとします。素晴らしいロスタックルを奪いましたのは滝川高校62番の岡崎、
滝川中学校出身の2回生です。三田将軍館フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択します。三田将軍館も同じくコロナ禍厳しい状況でしたが、見事今季単独参戦を決めています。さあリターンに入るが滝川高校、これはしかし三田将軍館見事カバーしました。滝川高校しかし自陣40ヤードを超えた地点からの攻撃権確保です。さあ滝川高校の攻撃に入ります。滝川高校自陣44ヤードからファーストダウン10、さあトラブルが発生している、独走している、タッチダウン。なんとここで滝川高校スナップのトラブルミス、マークしましたボールはそのまま点々とし、抑えたのが三田将軍館15番、そのまま一気に走り込みました。エンドゾーンを落とし入れまして一気にタッチダウン、三田将軍館6点獲得。まさに一瞬の出来事、そのワンプレーをものにしましたが、三田将軍館ここで再びリードを奪いました。見逃さなかった素晴らしい仕事をしましたのは15番の松下、ユリノキ中学校出身の3回生。そしてこのトライフォーポイントのキックも成功、1点追加、三田将軍館高校13点、滝川高校6点、三田将軍館ここで突き放しました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けますと2通りとなります。プレースキックをゴールポストに切り込むフィールドゴール、そしてボールをエンドゾーンに落ち込むタッチダウンです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となりますが、タッチダウンはその後にボーナスプレー、ワンプレーがあります。このプレーでキックを決めると1点、そしてエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。この他には自陣たちのエンドゾーンで倒されるセーフティー、自殺点があります。このパターンすべて合わせますと、アメリカンフットボールのワンプレー得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点。この足し算により引き分けが起こりにくい決着方式となっています。さあ、その三田将軍館のキックオフで試合再開となりまして、滝川高校リターンに入った。スピードに乗ってましたが、しかしこれは三田将軍館止めます。滝川高校自陣 25ヤード付近からの攻撃という形になります。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。さあ再び白熱した展開となってました。この一戦双方とも後半戦に入りまして、その体力との勝負になっております。その拮抗した状況をしかし打開しましたのは三田将軍館でした。現在三田将軍館がワンタッチダウンリードを奪う形になっております。しかし先ほど一瞬の隙をつきまして滝川高校も得点を奪いました。一発の破壊力は共にあります。このシリーズ滝川高校にそれが出るでしょうか。滝川高校自陣24ヤードからファーストダウン10、さあこれをしかし三田将軍館が殺到します。
ランプレーによるトップアウトを図りました滝川を、しかし3打将軍間73番殺到しまして、このランプレーを約5ヤードロスに変えています。3打将軍間73番は樋口、塩瀬高校出身の3回生、失礼しました、塩瀬中学校出身の3回生です。滝川高校セカンダウン15、ボールオンは自陣19ヤード。さあランプレーを展開しようとしますが、これも三打将軍間集まる、展開をする前に一気にディフェンス陣に殺到しまして、さらにロスを奪いました。約3ヤードロスを奪っています。さあ勢いづく三打将軍間、滝川高校これを打開できるでしょうか。ロス4ヤードに訂正します。滝川高校自陣15ヤードからサーダウン19。パス成功、さらに行く、空いている、前が空いた、さあどうだ、残り20、タッチダウン、ここでビッグプレー。滝川高校ここでクォーターバックパスを選択しました。中央切れ込んだワイドレシーバー21番、これをキャッチしまして一気に独走、右サイドライン際駆け上がりましてディフェンスを置き去りにして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。滝川高校6点獲得となりました。私も少々興奮しております。舌が回らないほどの状況展開に非常に白熱した攻防を感動しております。さあこれにより滝川高校残り1点差となっていますが、先ほどはこの状況でトライ4ポイント2ポイントコンバージョンを選択しました。さあここでの選択はどうするでしょうか。さあこのハドルを解きました時の体型を注目しましょう。プレーします、2ポイントコンバージョン、一気に逆転をかけます。2ポイント失敗です。クォーターバックここで横にパスを投げ落としましたが、ここでボールをスリップさせまして落としました。結果的にプレー不成功という形で終わりまして2ポイント失敗、6点止まりです。しかし滝川高校12点、その差1点に詰まりました。超転結のその点に当たります第3クォーター、まさにその表現にふさわしい凄まじい変転とした状況になってまいりました。共にディフェンス陣の奮闘によりまして、それぞれにタッチダウンを上げる形になりまして、試合が大きく動き、その感激を縫うように先ほど滝川高校が見事なロングパスタッチダウンを決めまして、その差1点の攻防となっております。滝川高校はここで共に立ち合いを上げたその状況、両方とものシチュエーションでトライ4ポイントで2ポイントコンバージョンを選択しました。結果的にはこれが双方
両方とも失敗したことが現在の得点差になっております。さあこの1点が果たしてどちらに優位な形になるでしょうか。試合は先ほど得点を挙げました滝川高校のキックオフで再開する形になります。滝川高校キックオフキッカーは0番のギャンディ。3打勝運館リターナーには15番と22番が入りました。15番は松下、22番は中岡です。さあ3打勝運館リターンに入った。リターナー15番、右サイドラインが駆け上がりまして自陣35ヤード地点の攻撃位置を確保しています。15番松下、ゆりの木大中学校出身の3回生。三田将軍館自陣36ヤードからファーストダウン10。さあまず中央のランプレーを展開しようとしましたがこれは滝川高校62番見事に対応しています。三田将軍館キャリアは15番、中央突破を図りましたがノーゲインとなっています。三田将軍館15番は松下、ゆりの木愛中学校出身の3回生。止めました滝川高校62番は、岡崎、滝川高校滝川中学校出身の2回生です。三田将軍館セカンドダウン10、ボールオンは自陣36ヤード。さあここでも力の攻防、再びランニング枠15番の突破力にかけました。しかしこれも滝川高校62番見事に対応しましてこのランプレーをノーゲインで阻止しています。力と力の攻防に入ってまいりました。素晴らしい攻防をしておりますこの2シリーズ。さあサードダウン10となりました。三田将軍館果たしてここで何を持ってくるでしょうか。ボールオンは自陣36ヤードとなっています。三度の中央のランプレーでした。キャリアは同じく15番、今度は抜けましたがしかし攻撃権更新には至っておりません。7ヤードのゲインです。フォースダウンと変わります。あえて3プレー全てを中央突破による展開に図りました三田将軍館、しかし結果的にはフォースダウンとなっています。三田将軍館フォースダウン3パントフォーメーション、失礼しました、フォースダウン2に訂正します。パントブロック。さあこの展開どうなる、まだ生きている、タッチダウン、ビッグプレー。ここで大きなプレーが出ました。三打勝運館ここでパントを蹴りましたがそのパントを滝川ブロック、こぼれましたボールを抑えてそのまま滝川62番一気に なだれ込むようにエンドゾーンに飛び込んだタッチャー。滝川高校6点獲得式逆転となりました。値千金のパントブロックリターンタッチャーを決めましたのは滝川高校62番の岡島、滝川中学校出身の2回生です。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。
さあそこでトライ4ポイント、滝川高校三度の2ポイントコンバージョンに入ります。滝川高校2ポイントコンバージョン。ツーポイント成功。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。さあこの反則果たしてどちらにあったでしょうか。現在負傷者が発生したためレフリータイムアウトが発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。しかしこれをオフェンス、滝川は取りません。プレー成立を取りまして2ポイント成功です。結果滝川高校20点、三田松雲館高校13点となりました。3度目の正直と言わんばかりに滝川高校ここで見事に2ポイントを決めまして合計8点獲得となりました。まさに電光石火のワンプレーが続きます。この第3クォーター、結果的に現在滝川高校が逆転に成功しています。しかしその第3クォーターまだ時間が残っています。第3クォーター残り時間1分59秒、この変転するこの3クォーターの攻防注目しましょう。滝川高校のキックオフで試合再開となります。三田松雲館リターンに入るか。しかしこれは2ダウン、自陣20ヤード付近からの攻撃という形に変わります。非常に双方とも厳しい状況ですが、しかし奮闘をしております。体力の限界を超えつつある選手もいますが、しかしその闘志衰えておりません。ここで三田松雲館再びナンバー変更があります。15番に戻っておりました松下、再び77番にその背番号を変更します。
三田将軍館厳しい中、しかし10人で奮闘を続けております。さあ試合再開です。三田将軍館自陣22ヤードからファーストダウン10。ナイスキャッチ、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック1番、ここでワイドレシーバー0番にパス。0番競り合いながら見事にこれをキャッチしまして攻撃権更新です。三田将軍館ファースト、見事なパスを投じました。クォーターバック1番は、松本、欅台中学校出身の1回生取りました。ワイドレシーバー0番の中内は弓の気合中学校出身の2回生です。ファイターズファイト。三田将軍館自陣34ヤードに入りましてのファーストダウン10。パス不成功。再びクォーターバック1番パスプレーに出ましたが、しかしこれはディフェンス殺到しましてパス不成功となっています。ダウン1つ進んでセカンドダウンに変わります。三田将軍館自陣34ヤードからセカンドダウン手。パス不成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック1番再び0番に今度はヒッチパスを投じましたが、これを見計らって滝川高校13番、一気に殺到しこのパスをカットしました。あわやインターセプト、ワンというプレーでしたがパス不成功となっています。素晴らしいディフェンス対応をしましたのは滝川高校13番の明山、滝川中学校出身の1回生です。三田将軍館サードダウン10、ボールオンは自陣34ヤード。ここでクォーターバック0番、自らキープによる突破を図りましたが、ここでタックルを受けましたボールをファンブル。あわや攻撃権喪失というところでしたが、なんとか味方陣を抑えまして攻撃は確保しております。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られます。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。激変ありました第3クォーター終わりまして、三田将軍館13点、滝川高校20点という形で最終クォーター第4クォーターに移ります。